起きました。神秘ちゃん、雷がすごいよ。トイレ行くよ。え、閉めるんじゃなかったの？はい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 、寝ぼけてる寝ぼけてる。はいはい、閉まってないよ。イエーイ。10時10分。皆さんこんばんは。現在の時刻12時35分長岡に着きました。ちょっと花火大会に行きたくて新潟まで来たんだけど、チケットは買えなくて、近くのキャンプ場が穴場っていうので来たんだけど、今ね入ってきたらもう駐車場いっぱいで、ギリなんか端っこに止められるとこあったから今止めてるんだけど、今パパが多分駐車場あんのかどうか見てきてると思うんだけど、そんな感じでなんかね、キャンプ場も予約制とかじゃないから、ほんと一か八かで来たみたいな感じで、どんな感じで見えるのかも全然わからず、とりあえず来てみたんだけどっていう感じ。ミヒは寝ておりますっていう感じで、ちょっとテントを張れそうにもないので、とりあえず多分今日は車中泊っていう感じで寝たいと思います。はあ、今日昼間さプール行ってたんだよ。めちゃくちゃ疲れた。大丈夫かな、テント張れるかな、キャンプできるかな。いや怖い、なんか映ってるように見えたんだけど今自分だね。びっくりした、怖い怖い。自分だね、自分だね。何話してたか分かんないじゃん、なんかここら辺に映るから怖。キャンプちゃんとできるかな。え、その話してたっけ。そんな話してた、してた。テントすら張れなかったら本当どうしようって感じだよね。どうしようもないね、そうなったら。めっちゃベイマックス落ちた。はあ、とりあえず寝ますか。おはー、今はね6時半でーす。全然寝れなかった。3時ぐらいまで結局もうなんか暑くて寝れなくて、そっからクーラーをつけて寝れて、だけど3時間ぐらいしか寝てないね。だからね、もうパパが荷物を運んでくれてるんだけど、結局昨日あの駐車場とか見に行ってるって言ったと思うんだけど、駐車場他のとこも空いてなくて、もうギリ最後の1台みたいな感じだったね。でも後ろとかにもね、車多分止められない民がいたりして、なんか午前中に来れば間に合うみたいな感じの情報がどっかでパパが見たらしくて前に、だけどダメだね。今日多分来てる人、空いてるとこは空いてるのかもしんないけど、午前中じゃなくてもう前日から入ってギリっていう感じなので、そんな感じ。やばい、暑い、マジで暑い。お風呂も入れないから、今日やばいね。朝からこんな汗かいて、お風呂入れないで明日帰るっていう感じだけど、花火めっちゃ楽しみ。どんぐらいな感じで見えるのか全くわかんないけど、このキャンプ場からね。楽しみ。とりあえず、車も止めれて、テントも建てられるところは、あ、ミヒ起きた？見つかったっぽくて、あ、パパも来た。まだまだ荷物ある？うん、まあいろいろね、いいよ、のんびりやるから。ここは、ね、焚き火はやっちゃダメなんだ。え？まあもう暑いから焚き火いらないのか。あ、でも火はやっていいのか。火はやっていいけど、焚き火はダメなんだ。昨日焚き火みたいな匂いしたのに、ね、届けで出さないとやっちゃいけないから。ああ、そうなんだ。みーちゃん、おはよう。7時半です。よし。ランチパーク。ちょっと焦げたやつ食べてみようか。Left and I'm losing my job over you.
雨。え、雨？ちょっとポツンポツン降ってる。ほら。うわ。やばいやばいやばい。めっちゃ降ってきた。めっちゃ降ってきた。やばいやばい。え？本当？それでここを通してこの長い方を輪っかにして、はい、ここを一回通してああなんか、ね、ここで引っ張る、何結びって言うんでしたっけ、もやい結び、もあい、もあい、もあい、もやい、もやい、うん、これこれ前にも後ろにももう動かないもんの結び目が、うーん、おーでかいね、うちが完成してきた。これなら雨降っても大丈夫だ。ここでご飯も食べれれば食べれるね。うん、ここでちっちゃいテーブル。ここでやるか。みーちゃん桃食べる？めっちゃ傷んじゃった、この持ってくる間に。めっちゃ美味しそうなもらった桃。あ、これ水で冷やしとけばよかったかもね。まだ10時っちゃ10時だ。うん。あ。桃切ってきた。わあ、うまっ。マメ。うん。めっちゃうまい桃。これみゆもらったやつ。うん。でかこれ。全部いく気？やば。このフォークさん。アイハーブで買ったコンポスタブル、あの土に変えるやつ。これ土に変わる。土に変わる。どうやって？このコップももらったんだ、かわいい。どうやって？え、もう天然の素材でできてるやつは土に戻るんだよ。東山ファミリーランドキャンプ場。なんか Vlog の時結構いつでも髪の毛やばい気がするんだけど、しかもさ、この T シャツ着すぎだよね。もうやばい、暑すぎて。こっち誰もいなくない？夏キャンプ初めてだけど、もう虫がやばいね。マクボックリってどうやってできるの？わかんない。みんな知ってる？松ぼっくりがどうやってできるのか、うん、松ぼっくりがそもそも何なのか、木何なんだろうね、正体は。だいたい東京から8時に出て8、9、10、11、12 4時間半ぐらいで昨日着いたね。私が爆睡してました。ミヒはまあもうね、昨日一昨日から友達泊まりに来てずーっと遊びっぱなしでプール行ってからのそのまんま来たから、もうハードスケジュールだったね。次は私の友達ん家に帰って、次の次の日ぐらいかな泊まりに行く。ハードだね。2日空いて、その間に編集とかいろいろパッキングとかもしたくて。そうなんだよ、パッキングもしちゃわなきゃいけないし、久しぶりにカメラでちゃんと Vlog を撮ってる気がする。山を越してもいい？やっほー。けどね、すごい空綺麗だったんだよね。空綺麗。そう、昨日夜中着いたんだけどさ、もうやばくて星が。でもカメラにはさ全然映んないから、写真撮ったので写真をどうぞ。プラネタニウム波だったね。ここが多分メインのところなんだけど、もうここはねいっぱいで、私たちはちょっと違うとこに。すごい、車でちょっと来たらめっちゃ見えそうなところあった。見えんのかな、ここ。ん？ここ絶対見える。
はい、あと1時間ぐらいで花火始まります。ちょっと長いね、長いけど、そうね、待ってる時間がまたちょっといいんじゃない。ちょっとだけ渋滞してたけど大丈夫だったね。え、人はこんな感じで、ここはまばらだから車止めれないけど、すっごい人がいっぱいって感じではないね。こっちまで結構いるもんね。サハレスナック乗ってきすぎた。サハレスナックどんだけ。あとメープルだよ、一番あの辺の方がよく見えるって、うん、どうする、移動する。あ、すぐ、まあ、あの辺だよ。いいよ、ここで。そんなに違うかな、そんな、まあ、なんか動きたかったら一回あっち行けばいいじゃん。そう、ね、確かに。やばい、あと5分ぐらいでさ始まっちゃうのに、トイレ行きたくなって急いでんだけど、トイレなさすぎてマジで遠いんだけど。ねえ、走ろうよ、走ろう。あ、あそこだ。マジでトイレないから、みんなここ。7時20分から始まる予定で、今ちょうど20分になって、トイレね、なんかね、すごいところで行けたんだけど、はい、急いでミヒ、急いでミヒって私についてきてもらったのに急がせる母親。はい、行くよ。あ、涼しい、なんかね、そうなるでしょ。ママもさっきそれになったの。急げ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 。絶対顔にさあれついたんだけど、蜘蛛の巣。ママ、おお、めっちゃ見えるね。あるけど、ロッカーが入れるかって言われた。おはようございます。今朝5時53分。おはようございます。寝起きでマジで顔がやばいかもしれない。昨日は花火終わってすぐ麻生の湯っていうお風呂に行って、お風呂めちゃくちゃ気持ちよかった。すごいお風呂良くて、ちょっと昨日の花火の感想っていうか、なんかいろいろちょっと話したいことがあったから話そうかなと思って。ちょっと髪の毛もやばいな。まず花火は今回キャンプ場結構遠かったけど、でも上から見る分にはすごい良かったと思う。でも迫力はそんなになくて、タバがねラジオを持ってって、リアルタイムでラジオで音を聞いてたら、なんかそれでは打ち上がりますとか、それが結構良かったかも。周りにもつけてる人がいなくて、そう、でもパパのやつがあることによってちょっと周りにも多分聞こえてたと思うんだけど、多分それがあった方がね、なんかリアルに今打ち上がってるのが
どこがスポンサーでっていうのが分かったりしたし、そう打ち上がりますっていうその合図も分かったし、よかったなって思ったから、ちょっと遠くから見る人はラジオあった方が絶対いいと思う。そうちょっと遠かったなとは思ったんだけど、なんかね地元のおばちゃんが言ってたみたいなんだけど、なんか3倍ぐらい、いつもの3倍ぐらいはそれでも人がいるみたいで、多分今回有料になったっていうのとか、あと3年ぶりっていうのもあって人が多かったと思うんだけど、そう結構車はねほんといっぱいで、もう路中が半端ないことになるから、もう早めに来ないと多分ね大変なことになると思う。ちゃんと駐車場は確保できないし、路中になると思います。私たちはもう駐車場ずっと確保してあったから大丈夫だったんだけど、それでもちょっと早めに行かないと止められない民に巻き込まれるから、1時間ぐらい早く行ったんだけど、1時間早く行ったけどトイレがないのね。だからトイレが遠くて、まあ、ないって言っても3、4分歩けばあるんだけど、3、4分って結構じゃん。3、4分、5分は経たない、まあ、3、4分か。保育園がなんかよくわかんないけど、多分そういう系のところを貸し出してくれてて、で多分知ってる人しか行かないからか、あんまり並んではなかった。5人ぐらいかな、並んでても、すっごい量の人来てるのにそんだけしかいないからよかったと思って、で花火見終わってお風呂行って、あれお風呂の話したっけ、花火会場から10分ぐらいのところです、すごいめちゃくちゃ気持ちよかった。阿蘇の湯っていうところなんだけど、行って正解、もうお風呂入れないと思ってたからお風呂入れてよかったし、一気にすっきりして気持ちよく寝れたんだけど、今ちょうど雨降ってきちゃったんだけど、朝5時半くらいから雨が降るっていうので、もう今パパが起きてテント多分一人で畳んでくれたりしてるんだけど、もうアリンコがとにかく夏はすごいね。夏のキャンプがね初めてだったの。暑すぎて寝苦しいし、アリもねすごいから、車を全部フラットにして車の中で寝て、ちょっとクーラーねつけながら寝てっていう感じの今です。ちょっと寝起きで頭の回転おかしいけど、いつもよりなんか話した気がする。とりあえずね、ここのその東山のキャンプ場の情報があまりにもなくて、どんな感じで見えるのかとか、そういうのをちょっとね、YouTube で私がやっとけばちょっとは参考になる人、そうやって検索した時にね出てくる人いるかなと思ってやったんだけど、キャンプもちょっと流行ってるだろうし、多分場所的にも悪くはないから、まあ今回ね初めて見て一箇所からしか見てないから、もっとね多分いいとこはもちろんあると思うんだけどっていう感じで、もう10分も話してるんだけど、こんな寝起き姿が多分10分も続くのやばいと思うので、ご飯って言っても本当何もあんま作りたくないから、カップラーメンとかそういうお湯注げば系持ってきたんだけど、でもそれが正解。本当に夏にもうクーラーボックスに入れてもう全部溶けるし、とりあえず夏のキャンプはいろいろと大変っていうか、もう汗だくで、汗が一番大変だった。とにかく暑かった。そんな感じで、また帰りに撮ります。みーちゃんこんな感じで寝てます。うちらがしてたキャンプ場のとこに向かいましょう。はい、行こう。案内して。今何時だ ?6 時 ?12 分そりゃ眠いね、みーちゃん。ここは結構きついね。ね、坂が急で。荷物の持ち運びがとっても大変。はい。頑張れ。ここの階段も結構きついのよ。ここに、ちゃんとトイレがあります。トイレはね、綺麗だよ。こんな見た目だけど。普通に綺麗。ほれ、雨やびいよ。そして、もうテントうちのは閉まっちゃったみたいだけど、ここにうちのタープ。あっちの方にもいて、ここにも、あ、だいぶもうみんないなくなったね。あ、おじちゃんもいなくなっちゃったかな。はい、こんな感じでした。カルディで買ったトマトバジルスープリゾット朝ごはん。それ、なんか使う？うん、一応乾燥ご飯、これでお湯入れるだけ。160ってどれぐらいだ？こんなもん？10ぐらいまで結構ざっと降るんだね。
はい、いただき650円、うん、これ、うん、そんなことあんの。2個ぐらい買ってこ。ちょっと帰り道に見つけたところ、こっちの方がいいな。こっちの方がいい。あんまり落としない方がいい。スマートで。これ値段がないね。じゃあそれでいいじゃん。見て、大辛口柿の種めっちゃ美味しそうじゃね。ちょっと一旦休憩。この七味大好きなんだよね。珍しくない？これお土産。お土産。え、何これ、なんかつけんの、つけて食べんの。マックじゃん。